はい、始まりました。本日なんですけど、今日はミニマリストからこちらのランキングをお届けだ。お気に入りばかりに囲まれて良かったことトップ3発表していきます。よっ！ミニマリストはかなり持ち物にこだわっているので、持ち物はこだわりでいっぱい。ミニマリストの僕の考え方も今回の話に詰め込みましたので、最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツーミニマリッシュ！どうぞ。はい、早速。はい、早速始めていきます。行ってます。行くよ。お気に入りに囲まれて良かったことランキングトップ3、第3位は持ち物が増えすぎなくなった。ピロピロ、買い物する回数が減った。ピロ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 ってなんだ。まとまってないんけん。一つにまとまってないけど同じ意味。あとピロピロ、無駄遣いが減った。ピロ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 。ミニマリストの場合、買い物の時にこだわっているから、これと決まっているので、しっかり決め切っていることでもう無駄に探さなくなるんです。お気に入りがあるから買い物が減り、無駄遣いが減り、持ち物が増えなくなった。ほらピロピロ意味があるじゃん。簡単に言うと、今のお気に入りがあるからいいじゃんという考え方です。僕の場合、例を挙げると靴、まあスニーカーを2足だけ持っている。まあ運動靴は持ってるけどね。昔は本当にたくさん持っていたんですけど、まあ仕事用とプライベートのお気に入りのものを持っていれば、他にね目移りすることはありません。もし劣化してきたら他のものを買う。スニーカーなんていいものばっかりだしね。種類もこだわって増やす気はゼロ、不満もゼロ、僕は魅力ゼロ。うるさいやん。すいません。もう皆さん靴たくさん持って ABC マートくん。とにかく ABC マートはたくさん靴が売っていて、 ABC マートの話いいよ。すいません。しっかり選んだからこそお気に入りになっているし、もし他のものを買ってしまったら、お気に入りのものを使う回数が減る。たくさんあると使う回数は分散してしまうし、たくさんあったら絶対使わないものも出てくる。キッチン用品だって、服だって、寝具だって、自分のこだわりが詰まったお気に入りのもの、必要以上に買わないことでスッキリするし、無駄遣いも減り、お金が貯まる。メリットだらけですね。もっとメリットがあるのでお伝えします。はーい、次、気に入りに囲まれて良かったことランキングトップ3、第2位は生活の質が上がるです。はい、こちら。持ち物にこだわっていくことによって生活の質も上がります。お気に入りに囲まれちゃって狭い狭い。そういうことじゃないよ。すいません。お気に入りのものをしっかり選んだものというのは、使いやすさだったり便利なものを選んでいるはず。家にあるものがどんどん便利になっていけば、そりゃ生活の質は上がりますよね。持ち物が生活の質を決めているんですからね。使うたびに気分の上がるもの、着るたびに気分の上がる服、毎日気持ちよく生活ができたりもします。より快適な生活を送ることができるんです。そうなると家が大好きになっちゃいますけどね。もう全然家から出なくなっちゃう。太陽の光を浴びなくなるし、苦手になっちゃう。ドラキュラか。十字架も苦手になるしね。ドラキュラか。いつもマントだしね。ドラキュラか。とにかくお気に入りのものばかりに囲まれれば、もう生活の質が上がり、家が好きになる。そうしたら裏を返せばお出かけが特別になる。こだわって持ち物を決めていけば、買い替えるたびに質を上げていけば、生活の質が上がる、幸せな人生になる。お金の使い方しっかり考えていきましょう。幸せはそういう意味ではお金で買えるかもしれませんね。あとはあなたの使い方次第。あなた大丈夫かな。失礼だつん。すいません。ほーい、来た。はい、今日もこの時間がやってきてしまいました。このランキングも第1位を残すのみとなりました。早速発表に移ります。お気に入りに囲まれて良かったことランキングトップ3、栄光の第1位は持ち物を丁寧に扱うようになったです。はい、こちらです。はい、こだわって買うようになって、お気に入りと言えるものばかりに囲まれるようになってから、もう丁寧に扱うようになりました。別に今までも放り投げちゃってたわけじゃないよ。踏んづけちゃったりとかそういうわけじゃないけど、適当に選んでないんで、やっぱり大切に扱えるようになりますね。思い入れがありますから。例えば靴。靴好きね。まあ、たまたま昔なんて靴なんて放り抜いて、もう他の靴の上に乗って違う靴を履いて出かけていた。片方の靴でギュッて踏んづけてかかと入れたりとか、もう適当に扱っていました。卵を割る時もお皿でカーン。皆さんが好きな人に丁寧に接するように、好きだったりやっぱり気持ちが入ってると扱いは違います。まあ買っとけば着るかみたいな服とかは、着ないで放置するパターンありますよね。それと同じ、気持ちが入っていないから忘れちゃうんですよね。ミニマリストともなれば、そもそも持ち物が少ないので、もう愛情注げる数が少ないので、全てに愛が注げますけど、だけどあなたはたくさんでさ、そりゃ愛情分散するわ。一つ一つの愛情なんて薄い薄い。あなた名字薄いさんでしょ。違うやん。すいません、嫌い。
前にならないで。服はロゴのひび割れや日焼けを気にして裏側にして干してるし、他にもいろいろやってるんですよ。さっきの靴をギュッてやったり、卵をカーンってやったりする、そういう自分の悪い癖も治りました。大切にするから壊れるものもなく、劣化のスピードも遅くなりました。大切にしたいベースで考えるから、迎え入れる時には慎重に、物に対しての扱いも人に対する態度も細かい行動が見直されているし、昔より丁寧に生きられているなと感じています。買い物にはこだわりをっていつも言っていますが、皆さんにおすすめしたい行動ではあります。分かってくれましたか？反応ゼロ。はい、わかりました。そんな人には卵を頭にカーンってやって割ってやるよ。痛いからやめて。すいません。はい、これでおしまい。はい、いかがだったでしょうか。今日はお気に入りに囲まれてよかったこと、こだわって買い物をし、これと決まれば目移りしない、これさえあればいい、無駄遣いが減り、生活に余裕も出ました。使うたびに幸せになれる持ち物たち、お気に入りに囲まれた生活、家が好きになり、お出かけがさらに楽しくなりました。持ち物にこだわろう。大切にすることで人にも物にも丁寧に接することができるようになりました。ぜひ取り入れられる考えは取り入れてください。はい、今日の動画が参考になったよ、共感できたよと少しでも思ってくれたら、グッドボタンで教えてください。ちゃんちゃんねるねる、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、それでは本日は以上です。いや、それにしても天気悪いね。もう天気が悪すぎるよ。こんなに天気の悪いことある？